精密採点 AI というのに初めてチャレンジしてみたんですけれども、目標の点数に届くことができませんでした。もう一曲チャレンジしたいなと思います。リンチェスさんのダイナマイト91点以上を狙っていきたいと思います。橋本チャンネル、かっこいいとこ見せられてないもん。得意曲いこう。得意曲みなさんこんにちは、メイジェイの橋本チャンネル、メイジェイです。よろしく。今日もこのカラオケパーティールームにいます。精密採点 AI を使ってカラオケ一人対決自分がこの点数が出るだろうっていう設定をクリアしないと罰ゲームを食らってしまうという。そして今のところですね、2回歌って2回ともダメでした。今のところええねん、これ罰ゲームも決定。いや決定ですけど、うん、今日はでも得意な曲なわけでしょ。そう、今日はやっぱりちゃんと得意曲でかっこいいとこ見せた。宣言点数は、99.8。 理由は今までの最高得点がそれだから。だからそれ以上は多分いかないと思う。だってカラオケにまずもう1年ぐらい行ってないし、精密採点 AI っていうのも初めてだし、最近歌い方が変わったんですよ。音程とか気にしないあの当時ほど音程を気にしなくなった。当時はなんかまあ言ってもカラオケに合わせてやっぱりずれないようにしゃくって入る方が聞き心地はいいんですよ。だけどしゃくって入ると音程間違えた風に捉えられちゃうのね。精密採点さんは聞き心地を選ぶか、もう完全に狙いに行くのかで、その完全に狙いく歌い方をもうここ何年もしてないからちょっと自信がないんだけど、今日は思い出しながらその歌詞に行く歌い方した方がいいよね。それ自分の自由です。多分ね、自由に歌ったら96点だと思う。なので合間見ながら調整しながら歌いたいなと思います。じゃあ罰ゲームですよ。罰ゲームならないよね。99.8以下だと、はい、とんでもない罰ゲームが待ってます。なんだよとんでもないって。わかりました。じゃあ花水木メイジェイバージョン 99.8 狙って頑張ります。しゃー GO。そんなの教えて、手を伸ばす日々、5月のこと、どうか来てほしい、水着回って来て。
あのあれですよね、もう罰ゲームは決まり、罰ゲーム決まりです、決まり、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、みんな見たことない姿を YouTube で見ていただくことになります。何、高いところから飛び降りても大丈夫、無理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 、あ、無理って言ったらやらされるから、うん、全然怖くないということで、次回は罰ゲームを皆さんに発表したいなと思います。見てくださった皆さん、本当に期待に応えられてごめんなさいまた頑張りますということで、チャンネル登録とそして、グッドボタン押すのを忘れずに、メイジェイの橋本チャンネル、ここまででした、またねー。